はい、いいですね、楽しいですね、すごく。見てても楽しいですし、はい、実際一緒に踊るとですね、もっと楽しいと思いますので。そうなんですよね、はい、今後多分いろんな方に参加していただきたいということで、はい、本祭りではまた、はい、いろんな考えというのは加わると思いますので。いや、今年のわらじ祭りが楽しみになってきましたが、何日、はい、8月、はい、8月のですね、第1金土日と、はい、2、3、4で、行われますので、はい、ぜひその時期にですね、6時のお祭りがほとんどやってるんですよ。そう、そうですよね。だから、福島駅で降りていただいて一旦ね、ねぶた祭りとか結構長い間やってますから、はい、ぜひ青森に行くまでですね、東北を楽しんでいただければと思います、はい、さあ、それでは、そのねぶた祭りの皆さんですね。はい、そうなんですよ。ということは、はい、お話がお上手な市長もいらっしゃるんですか、今日。お話が上手っていうか、司会が非常にお上手だったんです。いらっしゃる、あ、いらっしゃる、いらっしゃいますね、いらっしゃいますね。はい、さあ、この青森のねぶた祭りなんですけれども、本当にもう皆さん知らない人はもういないんじゃないかというぐらいおなじみの。悔しいです。本当に悔しいです。そうですか、そうなんです。その、青森のねぶた祭りなんですけれども、どうでしょう、もうすでに市長がいらっしゃるのでお迎えした方がよろしいですかね。ラッセラーで呼びますか。そうね、跳ねますか、私たちも。じゃあ市長にお話をいただいた方がよろしいでしょうかね、はい、お迎えいたしますか、はい、どうしましょう。もう準備できてます。できてます。市長いつでも OK ですから。はい、じゃあ会場の皆さんが拍手をくださったら市長がすぐ登場してくださると思います。はい、どうぞ市長お願いいたします。寺青森市長です、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、どうも皆さんおはようございます。おはようございます。本業は青森市長の小野寺明子です。よろしくお願いします。ではここからはもう市長にお譲りしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。市長よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。ねぶた祭りの皆さんよろしくお願いします、はい、では青森ねぶた祭り、早速ねぶた祭りのお話聞いていただきましょう。よろしくお願いします。
ましておはようございます。青森市長小野寺紀彦、そして青森ねぶた祭りオールスターズです。今日はよろしくお願いいたします。まずは皆様に、林方の皆さんご紹介したいと思います。この場所から新小林、皆さんにねぶたの勇壮な出陣の音を聞いていただきました。今日は各団体から選ばれし、オールスターズということで最優秀の選手が今日来ております。皆さんぜひ林方の皆さんに大きな拍手をいただきたいと思います。ありがとうございます。さすが青森のオールスターズ。そして皆さんの前に登場したきらびやかな羽とは、今日は青森が誇る羽と集団潮流会の皆さんです。こちらにも大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そして我らが青森ねぶたが誇る花、ミスねぶたの3名にも今日来ていただいています。ミスねぶたの3名、お三方どうぞステージ上へおいでください。皆様ぜひ拍手でお迎えください。ありがとうございます。青森一美人がワンツースリーと並んでおります。お三人に自己紹介をまずしてもらいましょう。野田さんお願いします。はい、私はミスねぶたグランプリの野里美代と申します。はい、現役女子大生です。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、それから萩野さんお願いします。はい、ミスねぶたの萩野美恵と申します。よろしくお願いいたします。はい、現役女子短大生ですね。はい、そして、織田さんよろしくお願いします。同じくミスねぶたの織田咲希と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。織田さんは現役女優ですので舞台度胸がすごいということであります。早速ではミスねぶたの3人にねぶたの魅力をぜひ教えてほしいと思います。まずはグランプリの、ね、野里さんから青森ねぶたの何たるかを多分もう空で覚えてらっしゃいますので、大きな声でアピールしてください。お願いします。はい、青森ねぶた祭りは毎年8月2日から7日まで開催され、約280万人もの見物客が訪れます。主役ともいえます大型ねぶたが22台も出陣し、活気あるお囃子と跳人と呼ばれる踊り手が一体となって熱く燃える夏祭りです。そうですね、熱い祭りですね。はい、それに青森ねぶたの魅力は自由参加ですよね。そうなんです。青森ねぶた祭りはステージの前におります跳人の衣装を着ていただけますと、どなたでも自由に参加することのできるお祭りですので、ぜひとも見るだけでなくぜひ参加していただき、楽しさを体感していただきたいと思います。はい、誰でも参加できますので、この跳人の衣装に7800円払う勇気があれば誰でも参加できます。それでは織立さん、今回、お連れした、絆祭りのねねぶたも飾ってありますけど、どんなねぶたかぜひご紹介してください。はい、今回絆祭りに出陣いたしますねぶたは勿来の関八幡太郎義家でございます。当時源氏の中でも武に優れ文に秀でる名将であった義家は、現在の福島県いわき市である勿来の関の美しい景色に歌を詠んだとされています。そうですね、ご当地福島、はい、いわきのね、はい、ご当地ねぶたを今回持ってきたわけですが、はい、森田さん、いわきには行ったことありますか？あります。アリオスに、アリオス、はい、舞台をやったことがあります。あ、そうですか、はい、現役女優なんで、いわきのアリオスで舞台を踏んだそうです。はい、そういういわきにゆかりのあるね、今回ねぶたを連れしたわけです。ぜひ皆さんにね、勇壮なねぶたを見せていただきたいですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、会場の皆さんにもぜひ青森ねぶた、その心意気参加していただければと思いますので、掛け声のご協力というか練習をしてみたいと思います。掛け声のプロは萩野さんが担当しますので、青森ねぶた掛け声のプロ萩野さんからレッスンがあります。よろしくお願いします。はい、ではここで青森ねぶた祭りに欠かせない掛け声の練習を会場の皆様にもご協力いただきたいと思います。とても簡単ですよね。はい、私がラッセーラーラッセーラーと言いましたら、皆さんにラッセーラッセーラッセーラと元気よく相槌を打っていただきたいと思います。ラッセーラッセーラッセーラーと3回言います。はい、じゃあやってみましょう。はい、一度いきますよ。ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー、
か、声大きいですか、皆さん。もっとパワフルな声が出していただければ。そうですよね、はい、皆さんもっと大きい声で話すと潮流会の前の羽とはきっとジャンプするかもしれませんので、もっと大きな声でお願いしたいと思います。もう一回萩野さん言ってみましょう。はい、いきますよ。ラッセーラー、ラッセーラー、ジャンプしたくなりましたか。もう一回やってみましょう。なんかジャンプしてくれませんでしたね。きっと跳ねてくれるんじゃないかと思いますんで、折り立てさんもう一回やりましょう。折り立てさんじゃなくて萩野さんでした。はい、はい、じゃ あ, あと一回いきますよ。跳ねとの皆さんが跳ねてくれるように、ラッセーラー、ラッセーラー。ほら、跳ねてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。では跳ねとの皆さんがそろそろ跳ねたくなってきたと思います。ぜひ跳ね方をね教えてほしいと思いますが、跳ねて方担当は野里さんですね。はい、はい、それでは皆様に跳ね方について教えたいと思いますので、ステージの前にいる跳ねとを増やしたいと思います。跳ねとの皆さん出てきてください。跳ねと増殖中です。よろしくお願いします。小さな跳ねとも登場します。ぜひ拍手で迎えてあげてください。かわいい跳ねとも増えましたよ。そして跳ねとに紛れているのは、昨年誕生した青森市の観光 PR キャラクターセーラちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。セーラちゃん二頭身のやつの方ですよ。ちっちゃい跳ねとじゃありません、大きい方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では跳ね方ですよね、野田さん。はい、青森ねぶた祭りの跳ねとは漢字ですと跳ねる人と書きまして、まさに字のごとく林と掛け声に合わせて跳ねます。跳ね方はとても単純で、1、2、1、2と片足ずつけんけん跳びをする感じで跳ねます。それではちょっとやってみましょう。そうですね、皆さんぜひラッセーラッセーラッセーラの合図値をご協力ください。はい、野田さん行ってみましょう。はい、せーの、ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー、ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー、ラッセーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー。野田さん緊張してますけど、すいません。跳ね方とても簡単なんですよね。皆さんの大きなラッセーラッセーラッセーラの声が届くと、跳ねとの皆さんがより大きく高くジャンプしてくれますので、ぜひ皆さん大きな掛け声で応援してあげてほしいと思います。野田さん皆さん声大きかったですか。もうちょっといけると思います。腰がありますね。はい、じゃあもう一回だけやってみましょう。はい、いきますよ、せーの、ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラー、チリですね。ありがとうございます。はい、では皆さんにもう準備はバッチリですので、ぜひラッセーラッセーラッセーラの掛け声とともに応援エールを送ってほしいと思います。では皆さんに、林方の皆さんに音楽をつけて、そして羽戸衆の踊り存分に楽しんでいただきたいと思います。じゃあ会場の皆さん、私の掛け声について、ラッセーラッセーラッセーラーお願いしますね。最初にいきますよ。ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラー、ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラー、ラッセーラーラッセーラー、ラッセーラッセーラッセーラねぶたパレードのしんがりに出演します。ぜひ会場に、国道に足を運んでくださいね。
では青森ねぶた、皆さんカーテンコールをしますよ。気をつけ礼。ありがとうございました。青森ねぶたでした。はい、退場。ありがとうございました。青森ねぶたでした。ありがとうございました。青森ねぶた祭りの皆さん、ありがとうございました。市長ありがとうございました。ありがとうございました。いや、あの簡単なんですけど、はい、ちょっとこの奥深さもあって、そうなんですよね。激しい踊りというイメージがありますが、ところどころに入ってくるあの笛の音色がちょっと郷愁を誘うといいますかね、胸にしみる響きだなと思ってあの聞かせていただきましたが、ちょっとやっぱり、はい、7800円払ってあの衣装を借りたいです。そうですね、はい、それぐらいで参加できるんだなって逆にあのね、ちょっと一緒に跳ねてみたいなというふうに思いましたけどもね。青森のねぶた祭り、今年も8月の2日から開催されるということで、去年は280万人の方が、ね、足を運んだというお話でしたが、皆さんがお持ちの絆祭りのパンフレットに、はい、その入場者数というのがこう出てましてね、比べないでください、はい、比べないで